ダークチェリーを使ったアップサイドダウンケーキを作りました。ダークチェリーの種取り機がなかったので、私はこのタピオカドリンクとかで使うストローで種取りしたんですけど、これすごく便利で使いやすいので、まあ、種取り機がない方はこれぜひおすすめです。美味しいです。美味しい。ではまた来週も楽しみにしていてね。バイバイ。